ですか、この間から言ってた来月なんか買いに行くとか言ってたのは。あれはですね、俺が一本乗る動画で結構上がってたね。これいいねと、これ男のネタに良くね。あ、そのなんか買いに行ったとかな。そうそう、ハイブランドコーディングの動画。いや、まあ、いいんだけどまさかのありがとうございますそんな気遣ってもらっちゃって一着目は取った方がいいかな。そうね、一つ問題があって、はい、最近丸かってるんですよ。一応ネットでは XL、はい、あれは、はい、XL で大丈夫かってね、はい、でもしそれがダメだったらプラダは最高峰になるということで。ああ、その買おうと思ってるのはプラダで買って、財布はプラダで買って、服はラルフローレン。ああ、そうか、ラルフローレンって言ったね。よく言ったらクロムハーツだよ。ああ、クロムハーツね。だからネットで見たら桁が1個違ったんですよ。ああ、なるほどねまあでもハイブランドはどれもいい値段でしょう、洋服になると。でも4万以内であったね。ちなみにどこに買いに行こうとか決めてる？ラルフローレンが鶴屋にあったので。鶴屋ランランラン、鶴屋ランララン。熊本だとね。で、福岡だったら結構あったね。福岡、うん、え、なんか福岡行くんですか？お前と編成してもいいとか言うんです。行く分には問題ないんですよ。まあ、全然日帰りでも行ける場所ではあるんで、洋服を買う確定、サイズがあれば確定で、サイズがなければ財布。どうですかね、財布とかそういう小物類っていうか、ちょっとした貴金属もだけど、ゆめタウンの中にあれがあるじゃん、いっぱいこう寄せ集めて、いろんなブランドのやつが集まって、ただ店自体がどんどん縮小してってるんだけど、まあああいうとこもあるしとは思って、まあ鶴屋行ってみてもいいですよ。ただ鶴屋1個だけ問題があるんですよ。エスカレーターあーって登っていくじゃん、壁側じゃん、したら壁って全部ガラス張りじゃん、うんうん、めっちゃ俺が怖いって。エスカレーターですね。エスカレーターも1人分の小さいエスカレーターじゃん。で、横見たらガラスじゃん、うんうん、ガクガクするっつって建物の中でって、うん、怖いって。あ、すいませんエレベーターでいけない。鶴屋のエレベーターって外が見えるやつだっけ？あ、見えるじゃん。あれ見えましたっけ？あの壁側についとって外ががっつり見えるやつじゃん。手と足汗だくだよ取れるけど最初と最後だけ目開けといて、途中俺目つぶってるっぽいもんいいんですよ、行くから大丈夫です。でしたら1階か2階にしかないはずなんで問題はないです。あれ、まあまあ、でやかなりますよ。はい。来月の月末の方だっけ？26から30。えらい日数が余裕がありますね。なんで？まず、これなもんだ。お給料ですね。と、来月で下手すればまた、ドンって上がる。感染者が、うん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 、余裕持って行けってこと。ああ、なるほど。最悪感染者の数字がドンってなったら、うん、熊本はまん延防止が出るだろうしそしたら福岡がその時は最悪なくなるってことだよね。まあまあ釣り屋があるのもあるしね。100人行くなら街にはいけないだろうし。あ、そんないっぺんに上がるかな。いや、上がんないと思うよ